はいどうも、CL プラスセカンドパパです。今回もご視聴ありがとうございます。はい、ということでですね、本日はですね、タイトルとね、サムネにもあった通り GU ですね。 GU で、まあ、春に使えそうなね、こうライトアウターを、ゲットしてきたので、そちらをね、紹介していこうかなと思います。はい、ということで、まあ春のね、ライトアウターってことなんですけど、まあ、結構春ってこうライトアウターって種類がね、いろいろあると思うんですけど、まあデニムジャケットだったり、トラックジャケットとか、まあ薄手のコートだったり、コーチジャケットだったり、ベストだったり、いろいろあると思うんですけど、今回はですね、シェルジャケットを、ゲットしてきました。まあいわゆるナイロンのね、ナイロンジャケットみたいなものですね、をゲットしてきました。はい、それがですね、こちらでございます。これです。こちら商品名がですね、ウィンドプルーフシェルパーカーってやつですね。ウィンドプルーフシェルパーカー、まあ、ウィンドプルーフだから、風あんま通さないよみたいな感じの、まあ、ナイロンのね、ナイロンというかポリエステルなんですけど、まあ、シェルジャケットになってます。まあ、春ってね、こういう、まあ、軽いナイロンのアウターであると便利ですよっていうのは前々から結構、こういうね、動画とかでも言ってたんですけど、本当にこういうの1個あると便利なので、非常におすすめです。で、中でもこの GU のね、このウィンドプルーフシェルパーカーはですね、お値段がですね3990円なんですけど、今、アプリ会員だと2990円でゲットできるので、まあ、袋代合わせて僕はちょうど3000円ですね。3000円で今回ゲットしてきました。カラーはダークグリーン、ダークグリーンを買ったんですけど、ダークグリーンって言ってもそんな緑感はなくて、どっちかというと濃いめのグレーというか、若干緑入ってるかなっていう感じの、かなり濃いめのグレー寄りの、ダークグリーンっていう感じの色でございます。でカラーはブラックとかベージュとか4種類あったかな。まあ、ブラックも結構良かったんですけど、ベージュも良かったかな。まあ、迷ったんですけど、まあ、今回はこのダークグリーンっていうカラーをチョイスしました。サイズは L サイズです。175cm の僕で L サイズを今回買いました。XL でもね、良かったんですけど、まぁ、ちょっとパンツと合わせた感じ、羽織った感じ、ちょっと大きすぎるかなっていう感じがあったので、まぁ、今回は L サイズをチョイスいたしました。これね、着てみた方が分かりやすいと思うんだよね。はい、着用してみました。こんな感じです。あのね、まぁ、着てみると分かるんですけど、非常に軽くてですね、本当に春にもってこいのアウターだなっていう、ライトアウターだなっていう感じです。でシルエットもすごい良くて、細すぎない、身幅も細すぎないし、丈もね長すぎず、後ろはねちょっとだけ長めに作られてるんですけど、非常に軽くて着心地も、良好でございます。フードがね、これ一体型のタイプのジャケットなんですけど、フードの形もめっちゃ良くて、ここね絞りついてます。でここでフードは絞れるんですけど、こういう感じですね。でガンガンに絞っちゃってもいいですし、本当に雨がね強い時とかはガンガン絞っちゃってもいいと思いますし、まあ、普通にこうやってねの伸ばした状態でもいいんですけど、まあ、フードの形もすごい良くて、かぶってない時でも、僕はちょっと絞るんですけど、まあ、こういう感じでフードかぶってない時でもね、シルエットが結構いいなと思いました。あとね、ここの高さもすごいちょうど良くて、ほんとちょっと肌寒い時とかはね、やっぱここ高さがあると、まあ、風もしのげるしってことで、助かるんですけど、こう着た感じっていうんですかね、スタイリング的にもここがね結構高さがちょうどいい感じかなと、絶妙な高さに、設計されてるなって感じです。で内側はメッシュになってます。内側はメッシュが貼ってあるので、まあそんなに蒸れにくいかなっていう感じですね。背中にもね一応ベンチレーションがついているので、まあ、蒸れは防げるかなっていう感じの、ディティールですね。であとポケットはここね、この縫い目の部分にここにあるんですよ。すごいシンプルな、ちゃんとねジップもついてるんで、まあ、物も落ちにくいし、シンプルなポケットがついてます。いいですね。で袖んとこ、袖口とリブはこういうゴムになってますね。これドローコードが、ここはね、ドローコードがついてないので、ここはついてたら、もうちょっと嬉しかったなっていう感じなんですけど、まあでもシルエットが綺麗なので、絞らなくても、このままでもね、まあ今っぽいシルエットになるので、まあいいかなと。まあ、ドローコードあったら、なおよしっていう感じですね。結構、使えると思います、これ。かっこいいし、軽いし、で、水もね、さっき雨降ってて、今日。
さっき雨の中ちょっと出たんですけど、バチバチに水弾いてたんで、まあ、防水ではないと思いますけど、まあ、普段の軽い雨ぐらいだったら全然いけるかなと、まあ、この時期意外と雨も多いんでね、こういうね水弾いてくれる軽いアウターっていうのは1個持っててもいいんじゃないかなと思います。まあ、コーディネートに関してはもう何でもいけると思いますね。こういうデニムでもいいし、ペインターパンツとかね、ワークパンツとか、それこそこういうポリエステルっていうかナイロンのねパンツ、シャカシャカ系のパンツで合わせてこうテック系っぽい感じでやってもいいと思うし、まあ何でもいけるかなと思います。で、僕は L サイズ選んだんですけど、まあ、結構こうなんて言うんだろう、今上がねジャストめで下ちょっとゆったりみたいな、シルエットとか結構流行ってると思うんで、上はねそんな大きめに着ずにジャストめで着た方が今っぽいかなと思います。はい、これはいいと思う。すごく結構 GU の春のなんて言うんだろう、春の新作っていうんですかね、春のアウター結構いろいろいいのあって、ナイロンのベストとかも結構良かったし、何点かいろいろいいのあったんですけど、まあ、今回はこれをね、チョイスしました。あ、この時期って結構こう、まあ、温度変化もね激しくて、昼間結構暖かいけど、まあ、朝とか、夕方以降とか結構風吹いたりして寒かったりするじゃないですか。なんでこういうの本当に1個ね車とかに積んどいてもいいし、1枚あると本当にいいなと思います。これはいいと思う、マジで。本当にねデザインもシンプルなんで、まあ本当合わせる服を選ばないというか、本当色だけ、気を使って合わせていけばいいかなって思ったので、まあミニマムなんでデザインが、その辺もね高ポイントだなと思います。であとはもう何よりも値段が安いですね。定価でも3,990円、4,000円以下でやっぱこういうの買えるっていうのはね、ありがたいですね。で、僕なんか、アプリ会員だったんで2,990円で今回ねゲットできたので、ぜひ GU アプリ会員になって買った方がお得だなと思います。結構ね思ったより水もほんと弾いてたんで、まあ普通に軽い雨具代わりとして、使ってもいいと思いますし、まあ本当に普通にねファッションアイテムとして使うのももちろんいいと思います。おすすめです。かっこいいと思いますこれ。はい、ということでですね、今回は、GU でですね、このシェルジャケット、ウィンドプルーフシェルパーカー買ってまいりました。いかがだったでしょうか。結構ね、やっぱ GU はユニクロもそうですけど、使えるアイテムがすごく多いのでね、ぜひね、ネットとか店頭で気になった方はね、チェックしてみてください。まだまだ在庫も店頭にもいっぱいあったので、まだ全然買えると思うので、気になった方はぜひ見てみてください。はい、この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。